ハルちゃんのトマトケチャップなんです。ハルちゃんのトマトケチャップは娘ハルカの名前でハルちゃんということで、皆さんになんでハルちゃんなのって言われるんですけど、その娘の名前をつけました。絵もラベルもハルカの絵なんです。親バカでやってます。まずトマト自体はまず自家製ですよね。それから、玉ねぎ、ニンニクも自家製で、足りなくなってどうしても足りなくなりますので、その他はエベツの農家さんですね、玉ねぎが高田さん、それからニンニクは今年から高松さんという方が作ってらっしゃる八幡で分けていただくことになってます。リンゴはヤンビザの毛葉台の農家さんから行って分けていただいてて、なるべく地元のもの、国産というのにこだわっているのと、お塩もお砂糖もなるべく国産のものっていうのを使ってます。こだわりだけは捨てずにいますね。塩は自分の好きな塩がありまして、それをずっと使い続けてます。だから考えたら結構高上がりのものは作ってるんですけど、でもやっぱり自分が美味しいと思う方が、と子供が食べて、あ、美味しいって言ってくれないと作ってる甲斐がないので、最後の味見ははるちゃん。そうそうそう、最後の味見ははるちゃんで、今年もちょっとうだうだ言ってたら、これはお母さんの味じゃないとか言われて、でちょっと辛めでキリッときたのを食べたら、お母さんの味はこれだよねって言われて、あ、そっか、迷ってちゃいけないなと思いながら作ってますけど、ケチャップだけ 作り出してはもうかれこれ19年20年なんですね。この加工場ができて16年の年にできましたから、加工場自体は3年目で、ケチャップは普及場の普及員さんから声かけられまして、19年前、余剰野菜の加工ということでケチャップを作りましょうってことで、最初だから本当に普通の生食のトマトを使ってケチャップ作り出したんですね。初めて7年ぐらいはみんなでやってたんですよ。でもだんだん人が減ってきまして、最終的には、伊藤聖子さんと、今ほとんど主力でやってるのは2人なんですけど、あと、伊藤千恵美さん、それから野々川和子さんという人が一緒になって少しずつ参加はしてくれていますけど、実際は伊藤聖子さんと2人で頑張ってます。から始めてね、今で今日で11回目だったんです、はい、何かんやで何かできたんでしょう、はい、200本は超えたのかな。このペースでいったら2月いっぱいぐらいはかかるかな。2月いっぱいまで、まあ、なるべく1日おきにやれば2月いっぱいまで、うん、で全部使い尽くす。そうそう、20キロ前だいたい20キロがね最高だと思ってるんですよ、作るのが1回あたり、うん、1回あたり。今は江別市市役所地下の販売所と江別ビットフラットというお店には一応置いてます。その他に長年本当に口コミで広がった人方から毎年お電話いただいたり注文がいただいてまして、そういう関係でだいたい去年も一応670本ぐらいは売れまして、作った分はもう毎年完売させていただいてて、今年は目指せ1000本と思ってやってるんですけど、大体買っていく人ごとまとめて毎年1年分って20本とかそういう形で入れてますので、あとはこだわりはそのお料理した時に使いやすいってことですよね。さらっとしてるんじゃなくて、それ自体がもうベースになるっていうのを目指して作ってますね。特におすすめの料理、こういう料理に使うと非常に生きるという食べ方はどんな食べ方でしょうか。うね、煮込み物とか、それからピザソースに、ピザに直接作る要領でもいいし、フランスパンにソース塗ってそれにチーズ乗っけてチンするだけでもとろっとして美味しいですね。あと一番最初みんなに広めたのは鶏手羽を塩コショウしてケチャップを何杯か入れてお水入れて、あとは柔らかくなるまでただ煮込むっていうシンプルだけど美味しいものができましたね。あとスパゲッティのミートをソース作る時もだいたい玉ねぎとお肉と炒めてケチャップ入れて、あとは若干自分のお好みで塩コショウするだけで OK